Ms. Fujinomiya, we've been expecting you. Thanks. うひょー、儲けてやがんな。見えてるか？バッチリです。さすが大道寺一派。マジで007みてえだ。これから建物に入る。電波が悪くなってきたらすぐに行ってくれ。了解です。気をつけてください、桐生さん。みんなも。伝えとくよ。よし、早速入るぞ。落ち着かねえな、この格好。俺靴下嫌いなんだよ。あ、サンダルに履き替えて。何言ってんのよ、ジャケットしてよ。 Right this way, Ms. Fujinomiya. Thank you. じゃ、行きましょう。エスコートお願いできます？喜んで。何それかっこいい。俺は？俺何役？さあね、召使いとか。はあ、なんだよそれ。エレベーターに乗った。繋がってるか？ちょっと飛び飛びになりますけど大丈夫です。確かに第五地区とは比べ物になんねえセキュリティみたいだ。ですね。ちーちゃんに感謝だわ。Thank you for waiting. Floor 7.5. Good luck to you. あの扉の奥がカジノっすかね。ああ、問題はここからだ。してたのと随分違うな。いや、間違いなくここは超 VIP 向けだよ。見て、あれはビスケットっていうチップの一種。あれ1枚で1000万円くらいかな。 1000？ マジかよ。カズカ、見えてるか？はい、本当が接近しそうな人間は見当たりそうですか？バカ勝ちしてる客とか探してみる。 Hey, handsome. ちょっと、桐生さん、どこ見てるんすか？お前のために良かれと思ってな。なんすかそれ、余裕っすね。一通り見て回ったが、飛び抜けてバカ勝ちしてるような客はいないな。客はアジア系が大半だな。しかしまあ、みんな楽しそうな子って。
ちょっと客同士の話が聞こえたんだけど、もうすぐオーナーが来るんだって。オーナー、お目当てのウォントーのことだな。そう、ウォントー、ここには毎日顔を出しに来るみたい。もうすぐってどんくらいだよ。それはわからないけど。行ってるそばから来たよ。あれが、ようこそ涅槃騎士へ。いつもご実家にはお世話になっております、富士宮千歳様。それにカメラの向こうの春日一番さん、見えてますか？バレバレだったわけか。お気づきにはならなかったでしょうが、ここにいらっしゃるまでにありとあらゆるボディチェックはさせていただいたんですよ。小型の盗撮窃盗を検知するくらいわけはありません。何せここは世界中の VIP をお迎えする場ですから。 VIP を迎えるにしては随分と騒がしいところだな。ここのお客様方は当たり前の豪華さにはもう飽き飽きしているんです。ここへいらっしゃる方が満たしたいのは優越感なんですよ。ん？何のだ？アメリカという国に対してです。彼らが駆け出しの頃追いかけていた背中は大国アメリカでした。マッチョイズムと自由を謳歌する夢の国、そんなアメリカは常に憧れであり、しかし同時に劣等感を抱かせる存在だった。そのコンプレックスを払拭するために彼らは死に物狂いで働きました。しかしようやく彼らが成り上がった頃にはアメリカはすっかり様変わりしていた。多様性を重んじ、マッチョイズムを追放し、自由よりも気遣いを重んじる国になった。だからここでかつて憧れたアメリカを堪能するってわけか。はい、ここには彼らがかつて愛し心のどこかで憎んだアメリカの姿があります。お客様方にその思いの丈を存分に晴らしていただく、それが当カジノのコンセプトでして。あなた方もお遊びになればわかりますよ。あいにく興味ねえな。俺たちの目的はお前だ。それは光栄です。歓待いたしますよ。特に春日さんにはぜひお会いしたいと思っていたんです。お呼びいただけますか？来ちゃダメって伝えて。裏があるに決まってる。いや、裏も何も、奴は今まさに春日を脅してるんだ。来ないとこいつらを殺すぞってな。話が早くて助かります。だそうだ。聞こえたな。ええ、すぐに向かいます。いらしたようです。無事か、みんな。ああここの空気には一向に馴染めねえけどな。そっか、お待ちしておりました。ようこそ春日一番さん。お招きいただきありがとうよ。あんたには聞きてえことがあんだよ。
こちらもあなた方にお聞きしたいことがある。それはもうご存知ですね。茜さんのことか。それはこっちも同じだ。結構。ここは騒がしい。どうぞ奥でゆっくり語り合おうじゃありませんか。上等な酒を用意させます。ここを楽しむ時間もなしか。一応俺たちは客として来てんだけどな。申し訳ありません。ですが私の1分は高いですよ。それこそここでジャックポットを当てるくらいの価値はあるかと。行ってみただけだよ。ああ行こうぜ。どうぞ。こりゃこれが涅槃騎士の頑丈のボスのアジト。質素ってレベルじゃねえぞ。あんたの同業のバラクーダのとこにもお邪魔したんだけどよ。あっちのボスは分かりやすいマフィアのアジトって感じだった。あんたは随分とつつましやかなんだな。私も昔はね、死に物狂いで金を稼いで、ひたすら高いもので身を固めることに躍起になっていました。でもね、ある時分かってしまったんです。は？もう私はいついかなる時でも、金で買えるものは手に入れることができる。そう確信していれば、実際に手元に物があるかないかなんて、どうでもいいんですよ。手元にあるのは本当に必要なものだけでいい。私の場合このデスクと椅子とパソコンです。表でサイコロの出目やらトランプの数に一喜一憂してる連中なぞ、そのことがまるで分かっていない。お客様は神様ですとまだ言わねえまでも、見下すのはいただけねえな。少々喋りすぎました。こういう話ができる相手がなかなかいないもので。さて本題といきましょう。春日一番さん、あなたはパレカナの養護施設で所長を務めていた茜という女性のご子息である。間違いありませんね。間違いないのかは正直わかんねえんだけどな。まあ多分そうだ。我々は茜さんを探している。彼女の居場所をご存知でしたら教えていただきたい。当然お礼は差し上げます。あいにく知らねえんだ。まあ知ってても教えねえけどな。その言葉が本当かどうか試してみるとしましょう。给他留张嘴说话，除了春日都杀了，不二宫的女儿也是。啊？なんつった？聞くまでもねえって。みんな気合入れろよ！俺の番。シャバはしまいだ。右手のが
構え、まるで付け入る隙がねえ。闇雲に攻撃するだけじゃ避けられちまうだろう。受けてみな。くぅ、よし、覚悟。よし、さっさと来い。何、来ないの。行くぜ。はい、やがれ。うわぁ、しかい、行くぜ。よし、終わらせる。吸収が早いのよね。悪くない気分だぜ。これが俺の真骨頂よ。バカな。何なんだお前らは。どうやら見込み違いだったみてえだな。これでやっと落ち着いて話せるな。あんたに聞きたいことがあるんだ。アカネさんを追いかけてる訳を聞かせてくれ。彼女を見つけたらどうする気だ。それと俺が彼女の息子だって話は誰から聞いた。質問を絞ったらどうだ。好きなのから答えな。全部聞かせてもらう。もう頼れる部下は残ってねえんだろ。まだワン父さんって言ったよな。あんたが頑丈のボスってことでいいのかな。総帥だ。そうかい、そりゃ悪かったよ。で、総帥のワン父さん、あんたが茜さんを手下に探させてる理由は。あの人、養護施設の優しい所長さんだぜ。あんたらみてえなのと何の接点がある。俺が聞いてるうちに答えた方がいいと思うけどな。桐生さんは俺ほど優しくねえぞ。あんたが案外手強かったんで少し疲れちゃいるがな。
それでも安心してくれ。あんたが気持ちよく喋れるように全力でサポートしてやる。くっ、俺はできたらもうあんたを殴りたくねえんだ。あんたの部下たちも見てるしな。こんなとこで泣かせたり悲鳴上げさせたりすんのはいくらなんでもひどすぎる。恥はかかせたくねえ。ばあさんを探しているのは頼まれたからだ。どうせバラクーダも同じ理由で探している。何しろオーナーの案件だからな。オーナー？何言ってんだよ。ここのオーナーはお前だろ。私が言っているのは、ネハンギシなんてチンケなオーナーのことじゃない。ハワイのオーナーのことだ。ハワイのオーナー？我々ガンジョウやバラクーダは表向き競合組織とされているが、実際はオーナーがそれぞれ支配する支部に過ぎない。オーナーとはまさにハワイの裏社会の所有者なのだ。アカネとかいうばあさんはオーナーの宝を盗んで逃げている。そいつを取り戻してやれば一つ貸しを作ることができる。オーナーは借りたもんを何倍にもして返してくれる。なんだそれ。统帅，我认为老板绝对不会希望听到您再多说一个字。啊，おい、座れ。老板会成倍给您的，可不只是帮他干活的报酬，背叛时需要付出的代价也是翻倍的。你小子，难道是老板那边的奸细？你已经背叛了的事，很快就会传到老板手下的耳朵里。接下来，就由我来举火为号吧。举火？什么意思？おい、俺らにも分かる言葉で話せ。誓死效忠！誓死效忠！誓死！ここやっぱり高いフロアだったよな。何が起きたんだよ今。あいつは何したんだ。おい、さっき中国語であいつなんて言ってたんだ。私のオーナーへの裏切りはすぐに知れ渡ると。飛び降りたのはオーナーからの監視役だったってことか。他には？のろしをあげると言っていた。そして外へ。のろし？じゃあさっきの飛び降りが裏切りを知らせる合図。息子が危ない。私の息子が。何？快联系我儿子在的那个房间，让人守好，谁也别放出来。そいつらの手をほどけ。息子に護衛を向かわせる。は、でも。よくわからねえが言う通りにしてやってくれ。緊急事態らしい。桐生さんがそうやなら。息子の部屋に行かせてくれ。ペントハウスにいる。ここの最上階だ。分かった。でも逃がさねえぞ。俺らもついていく。ならこっちだ。早く。